せーの、みなさんこんにちは。ミューステーションの MC を担当させていただきます、かなでももこです。はい、同じく MC を担当させていただきます、瀬島千秋です。ミューステーションとは、はい、ウェブサイトミューステにアップされるイベント、ライブ情報、音楽情報、チケット情報などピックアップして紹介していく番組となります。はい、そうなんです、うん、私たち2人の独自の視点を加えて、うん、ウェブサイトの情報だけではわからない情報をお伝えできればなと思っております。あります。はい、第35回のミュートークのゲストには、うん、バンドエコーよりゆうさんをお迎えしてお届けしたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。ウェブサイトミューステで情報を配信しているアーティスト様やクリエイター様、プロデューサー様や宣伝担当様にお越しいただいてトークを繰り広げるコーナーです。はい、今日も楽しく繰り広げていきましょう。はい、広げます。ですね、今回はバンドエコーのゆうさんにお越しいただきました。どうぞ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。ということで、まずはですね、はい、こちらのカメラに向かって自己紹介をお願いします。はい、はい、東京を中心に活動してますエコーというバンドのベースを弾いてますゆうです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ゆうさんとは先日ね、はい、名古屋でライブサポートをしていただきまして、ご一緒だったんですよ。非常にいいライブを、お、嬉しい、はい、見に行きたかったです。斜め後ろから見てる後ろから、はい、すごくあのロックな感じでね、ガールズロックなバンドフェスみたいな感じだったので、うんうん、私としてもちょっと新境地な、うん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 、普段のアニソンを歌う環境とは全然違う場所だったんですけど、ね、すごく心強くサポートしてくださってありがとうございました。いえいえ、こちらこそ楽しかったです。ありがとうございます。かっこいいだけで高揚力のある演出者さんということですね。いやいや、もうどんどん言ってまいりますよ、はい、そんなですね、はい、今回はゆうさんがされているバンド、はい、エコーの活動でしたりとか、はい、10月の26日金曜日に発売をされます最新作、うん、カルペディエムについてのお話をお伺いしていきたいと思います。お願いします。早速なんですが、はい、単品のゆうさんベーシストとしてのお姿しかまだ奏でも存じてないのですけども、うん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 、今日はバンド、はい、はい、エコーについても詳しくお伺いしていきたいと思います。早速ですが、はいはい、どんなバンドなんですか。ですね、はい、女の子が歌ってるんですよ。おうおう、女性ボーカルのバンドなんですね。そこはね、あの、かなでさんと一緒なんです。おお、はい、で、うんうんうん、なんだろうな、メタルのレーベルにいるんですけど、でも僕ら音楽全然メタルじゃなくて、なんかあのレーベルの代表の方の、あの、趣味枠って呼ばれてるんですけど、趣味枠お抱えの趣味みたいな。なんかこう、あの、メタルじゃないんだけど音楽が好きだから口から出しなよみたいな風に言ってもらって、うんうん、それってすごいですよね、はい、楽曲のジャンルの垣根を越えて。そうですね、うんうんうん、はい、なんかもう大丈夫かなと思いつつ、うん、あ、じゃあって言って所属させていただいてるんですけど、大事にしていただいて、はい、なんで音楽性はそんなにメタルメタルしてなくて、ちょっとポップ寄りのロックだと思うんですけど、はい、なんかアニソンとかにも使ってもらえそうな感じのキャッチーさがあるバンドだと思ってます。はい、気になりますね。このバンドのサブライムロックっていうのは、サブライムロック、そう、サブライムってなんかこう英語で豪華なとか荘厳なとかという意味があるんですけど、あの、僕ら割と長いこと活動してまして、うんうんうん、その昔なんですけど、まだあるところに、その昔あるところに、はい、あの、僕らの時代まだその当時なんかこうパソコンとか同期を使ってシンセを鳴らして活動しているインディーズのバンドってほとんどいなかったんですよ、はい、その昔。あ、で、あの、これはこう目立つチャンスだと思って、僕たちはこう割と多分
すごく早い方だったと思うんですけど、パソコンを導入して、最新鋭の、はい、最新の、あの設備を持ってしてですね、申請を入れて、ちょっと他のバンドより豪華だろうみたいな感じで、すごい先駆け的な、そうそうなのでその時にこうサブライムだって言って言い放ったんですけど、気づいたらですね、みんなやってまして、あれは先駆者に、そう気づいたらなんかもうどのバンドもなんかみんな申請入ってるじゃんみたいになっちゃって、結果はなんか普通のバンドになってます。でももう成り立ちが気持ちはもうちょっとこう、自分たちが一番早く始めたなっていう、そうやったんだぞっていう、一番でもまあまあないんですけど、まあ、ほぼほぼあの、ね、いなかった時代にやってたんだぞっていうのを言うとですね、あのいろいろバレていくんですけど、時代とかがいる、時代背景が、はいはい、つまり、はい、今はどんなバンド構成でバンドを組まれてるんですか。今はですね、ボーカル、はい、そしてギター1本の、ベースのドラムの4人編成で、4人、はい、シンプルにやっております。なるほど、で同期とかを入れて、いろんな楽器の音とか、はい、とかの方がギターより目立てる、あ、そうだ、ギターが支える側的な、支える側に回ってるみたいな、はい、そこもまた最新鋭、はい、感じでやっております。そうなんですね、はい、ありがとうございます。そんなね、エコーさんが送り出す最新作、はい、うん、カルペディエムについてのお伺いをしていきたいと思うんですけれども、うん、まずこのアルバムのコンセプトはどんな感じなんですか。まずそもそも僕らのバンド今年15周年。おわー、すごい、ありがとうございます、はい、すごい、すごい出た、すごい出た、15年。これさらにいろいろバレるんですけど、数えちゃうとね、いろいろ、そこら辺はぼやーっとしていただいて、ぼやーっと書いていただいて、はい、で、あの15周年を迎えるにあたって、あの、なんか出さなきゃまずくねっていう、そういう発想がこうバンドの中にありまして、節目的に、はい、本当は去年も一昨年も作品を出していて、はい、今年はちょっと落ち着こうと思ってたんですけど、はい、落ち着いてる場合じゃない、気づいたら今年は15周年だって、はい、大事な時だ、慌てて、うん、はい、慌てて準備をしまして、あのせっかくなんで今までやってこなかったような音楽もやってみたいね、冒険をしたアルバムになっております。冒険、ジャンル的にですかね、ジャンル的、曲調的にですね、曲調、はい、はい、あ、こんな曲もやるんだねみたいな感じ、おお、エコーさん、お、そうきたかみたいなのが入ってるってことですね。そんな感じのがもう入ってるっていう、そんな中でもたくさんおすすめの曲はあると思うんですけれども、はい、うん、特にこの曲聴いてもらいたいみたいな曲、特に、ですね、2曲目に入っているボーダーっていう曲があるんですけど、ボーダー、はい、これがまあ一応今回このアルバムの中で一押ししてこうぞっていう、ボーダーです、はい、ボーダーライン超えてこうぜみたいな、そんな感じです。おー、すごい、組んだ、組んだ、そんな感じ、まだ聴いてませんからね、なんかその15周年って節目でこれからの可能性を超えていくみたいな、そうですね、はい、素敵、あの僕らあの基本的にみんな後ろ向きのバンドなんですけど、おやー、後ろ向き、はい、なんですけど、おかしいな、はい、みんなも何かやるって言うと尻込みするようなバンド、あわわわわわって自分らをこう鼓舞するような、うん、そう、それじゃダメだろ、背中を押せるような、もう限界なんかないから前向いていこうぜっていうような、あのアルバムもそんなコンセプトですから、うんうん、このカルペディエムっていう言葉の意味も何かあるんですか？なんかその、なんでしょう、美味しそうな名前そう、美味しそうだよねってなんかデザートに出てきそう、うん、ラテン語なんですけど、その日を詰めっていう意味があって、その日を詰め、積み重ねる、積み取る、はい、要はあの、なんかこうやりたいことがあったらその日のうちにやってしまおう、あ、とても前向き、前向きな、明日やろう、またやろう、そう、そんな感じで、そんな感じで、はい、なんだろうな、シャラクセみたいになってる、なんだろうな、ね、その日のうちにできることなんかって積むってさ、素敵じゃない、お花積むみたいな、うん、うん、うん、良いこと積み取る、それに比べてどうしたの、なんだっけ、明日やろうか、する程度だから、する程度、今日のうちにしか積めないことを積みましょうやって、明日は積めなくなるかもしれないよってことですよね、ティアンデイ、ティアンデイな、そうやな、なんかちょっと世界観違うな、そうですね、そうですね、サブライムなね、バンドなので、エコさんがこういう世界観とは言ってないでしょ、そうですね、いや、そうかもしれないあれ余計気になりますね、なるほど、なるほど、ね、美味しそうな名前かと思いきや、思いきや、そうなんですよ、前向きな意味のこもったこのアルバムリリースにあたって、はい、予定されている活動やイベントなどなど教えていただけますか、はい、ライブの方は結構いっぱいあるんですけど、はい、この
なんかこうリリースにちなんだイベントが、うんうん、まずは11月の3日に大阪の、うん、大阪、はい、新斎橋ショベルさんというところで、うんうんうん、同じ日に同じレベルからリリースする MDMS さんというのがあるんですけど、うんうんうん、一緒に行って一緒にリリースイベントをやろうあのただ単に和気あいあい仲良く騒いでいきたいっていうことが11月3日にあります。大阪の夜、大阪の夜、ね、ダブルで楽しめますね。あと12月の1日にですね、はい、今度はあと僕らの主催の、リリースイベントが、吉祥寺のクレッシェンドさんであります、うんはい、こちらは東京で、東京です、うん、はい、こちらは、ね、はい、ですね、ちょっとお伝えしたいのはこの2本かなと思います。おー、はい、いや11月12月と楽しみなイベント満載なので、はい、ぜひぜひ遊びに行っていただきたいですね。ご覧の皆さん要チェック、うん、よろしくお願いしますよ。チェックやで。はい、ということでですね、今後もさまざまな展開が期待されるエコーさんですけれども、うんうん、はい、そうですね、お話たくさんもっともっとお伺いしたいんですけれども、うん、何やらお時間がちょっとで、ね、時を止まれ止まれ映像止まっちゃうというところなんですけれども、今回本当にいろいろ話をありがとうございました。ありがとうございます。ということでですね、最後はですね、はい、この番組を見てくださる方にですね、はい、メッセージをよろしくお願いします。あちらのカメラにお願いします。はい、長く活動している割にはね、まだまだこれからのエコーですけれども、今回の作品は自信作となっておりますので、ぜひこれを聞いてライブにも遊びに来てください。よろしくお願いします。ありがとうございました。それでは今回のニュートーク、ゲストにはバンドエコーからユウさんにお越しをいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。バイバーイ。バイバイ。ニュースステーション、あっという間にニュースステーション第35回目終了の時間が近づいてきちゃいました。はい、今日はエコーよりユウさんをゲストにお迎えしてお届けしてまいりましたが、ちーちゃんどうでしたか？はい、もうなんといっても、うん、第一印象、美人な男性、うん、もうなんかもうね、あの瞳に吸い込まれてしまいそうなオーラを放ってる方だなっていう印象なんですけども、うんうんうん、バンドさんのね、ああいうなんですかね、うん、音楽に対するあの気持ちとかそういう意識のお話を聞けてすごい感銘を受けたし、うん、やっぱね、私もボイジャーとしてもっと頑張らなきゃなっていう感ね、なんでしょう、元気をもらいました。はい、はい、そう、私も名古屋に、ライブ行かせていただいた時にユウさんに演奏してもらったんですけど、その時とまた違った、うん、ご自身のバンドのお話を聞けて、うんうん、今日とっても楽しかったです、ね、聞けてよかったです、うんうん、というわけで、ここでウェブサイトニュースてからのお知らせがございます。はい、現在ニュースてでは動画番組、チケット情報、音楽関連のニュースを配信しております、はい、ウェブサイトのニュースてぜひぜひご覧になってください。お願いします。そしてマッシュアップエンターテインメントからワンマンライブのお知らせがございます。ワンマン、11月の3日には太田彩香、11月の10日には藤崎ゆず、そして私かなでもろこも12月の9日にワンマンライブ開催いたします。頑張って。ぜひぜひチケット情報その他詳細はニュースての公式ホームページをご覧ください。お願いします。お願いします。それではボイジャーからもお知らせがあります、うん、まず11月23日はですね、ひらかたパーク野外ステージにてウルトラヒーローズイベント2018ウルトラヒーローソングステージに出演させていただきます、第1部が11時から第2部が14時からとなっておりますので、ぜひ遊びに来てください。お願いします。はい、はい、さらにその翌 日、 翌日大阪からビビューンと帰ってきまして、11月24日の土曜日には、うんうん、ウルトラヒーローバトルシアタープレゼンツボイジャーライブがあります。ボイジャー、イエーイ。ということでですね、場所は銀座は博品館、18時半開演となりますので、こちらもぜひぜひチェックよろしくお願いいたします。はい、そしてさらにさらにまだありますよ。さらにさらにまだ聞いて、まだチャンネル変えないで、12月25日にボイジャークリスマスプレミアムパーティーの開催が決定いたしました。パーティーなーい、イエイエイ。ということで、ね、パーティーしましょう、うん、19時スタート、会場はパセラリゾーツグランデ渋谷店になります。そしてスペシャルゲストにはですね、我らが兄貴水木一郎さんにも
ご出演していただきますので、こちらも楽しみにしていてください。その他詳細はボイジャー公式ツイッターなどをご確認よろしくお願いします。はい、では今回はこちらでミューステーション終了とさせていただきます。お届けしましたのは瀬下千秋と奏桃子でした。次回の配信は11月1日ウェブコミックドッペル殺しの原作者タカトさんをお迎えしてお届けいたします。ぜひ、はい、チェックしてくださいね。お願いします。というわけで、せーの、バイバーイ。